防衛装備庁が、ついに、レールガン研究結果を動画で公開したとの情報をキャッチしました。今回は、このレールガン開発と日本技術力を詳しく見ていきます。ネックになるのは大電力で、この解決策も今では出てきてますよ。当初防衛でレールガン配備されると防衛力強化になりますし、中国もロシアそれに、北朝鮮、なんだかやめての声が聞こえてきますね。12月1日、防衛装備庁は公式の YouTube チャンネルで、現在研究中のレールガンに関する動画の公開を行いました。ロボットアニメの武器みたいですが、レールガンは、従来のように、火薬の爆発力を使う方とは根本的に異なっていて、電気の力で弾丸を加速させる方です。世界の多くの国で、未来の大砲として研究されていますが、日本は、今年10月に、世界で、初めて洋上射撃試験を行いました。つまり、一歩リードした位置にいるということです。レールガンの研究の担当部門である陸上装備研究所を訪問し、開発の現状や想定される用途などについて話を聞いてきました。まずは、未来の大砲レールガンの基本的な能力について確認します。前述の通り、電気の力つまり電磁気力によって弾丸を打ち出す大砲です。試験中のものは、砲の全長が約6メートル、砲口径は40ミリメートル四方ということですから、砲の大きさに比べると、弾がとても小さいと感じられますね。6メートルと4ミリメートルですからね。1500倍ということになります。同サイズの火薬式火砲と比較してみますね。陸自で最多使用されている榴弾砲は、砲身長約6メートル、口径155ミリメートルですし、海自の藻が身型護衛艦などに搭載されている艦載用単装砲は砲身長約7メートル、口径127ミリメートルです。これらと比べると、砲身の長さに対して、弾の口径がとても小さいということがわかります。ただし、レールガンの弾丸は非常に高速で射出されます。試験中のものは、秒速2297メートルつまり、約マッハ7、地上で約8568キロを叩き出すそうです。前出の火薬式火砲の初速は秒速約800メートルですから、文字通り桁違いというわけです。弾丸の威力、運動エネルギーは、重量×速度の2乗で計算されますから、小さくとも破壊力が低いわけではありません。また、超音速で飛び出す弾丸は、射程も桁違いに長いそうです。このようなメリットの数々を考えると、レールガンは、極めて高性能な砲と言われるのも当然と思われます。しかし、この開発には、大きな問題が存在していました。それが、エロージョン、エロシオンと呼ばれる砲身の摩耗です。大電流を瞬間的に流し、マッハ7の超音速で弾丸を射出するせいで、電流による加熱が生じ、砲身内部が激しく削られてしまう現象です。要するに素材が劣化するということですね。エロージョンが発生すれば、レールガンの動きにも悪影響が出てくるでしょうね。ちなみに、アメリカ海軍が2021年にレールガンの開発を事実上中止した理由の一つがエロージョン問題だったとも言われています。アメリカが開発をキャンセルした兵器を日本が開発に成功したということになりますね。アメリカはこれを知って、どう感じたのかも気になるところです。では、日本は、この問題に、どう取り組んだのでしょうか？レール、砲身の素材変更と、電流の流し方を変更することで、エロージョン問題を克服したという話です。素材変更ですが、これまでは、導電性や加工がしやすい理由から、主に、銅を素材として使っていましたが、導電性が高く、しかも、摩耗に強い素材に変更しました。電流の流し方については、瞬間的に、大きな電流が加わらないように工夫したそうです。この変更によって、日本のレールガンは、秒速2000メートル以上の弾丸を120発まで発射することに成功しました。この発射後に方針を確認したところ、目立った損傷は全然なかったということです。
変更は見事に成功したということですね。では、日本はレールガンをどんな用途に使うつもりなのでしょう。防衛装備庁の動画では、車載型や艦載型が敵艦艇を攻撃する様子や、落下してくるミサイルを迎撃する様子が映っていました。公開された資料でも、対艦、対空、対極超音速ミサイルを将来構想として示していますが、こうした用途には、すでにミサイルという兵器が存在していますよね。ということは、どうやって差別化や役割分担をしていこうというのでしょうか。レールガンのメリットは、コストやサイズの利点が大きいことです。複雑なシステムで構成されたミサイルは、サイズも大きいし、第一効果。一方、レールガンの弾丸はミサイルより小さいし、値段も比べると安いそうです。小さいので、大量の弾丸を持参できるし、大量使用も可能です。小さい弾丸は、レーダーにも捕捉されにくく、迎撃されにくいということもメリットと考えられます。ただし、当然、ミサイルにも長所はあります。長い射程、高精度な誘導能力があるので、ピンポイント攻撃が可能といった点です。ですから、ミサイルとレールガンそれぞれのメリットを十分活用できるように、多層的な運用を考えていると見られるのです。現在は、一発ずつ単位することで、技術的課題を解明するための試験を行っているようです。今後のスケジュールとしては、連射や電源、弾丸の安定飛翔などの課題に取り組むとのことでした。単なる発射機から砲システムへ、より実用的な防衛装備品に近づけていくことを計画していると思われます。動画で公開した現在の砲も、そのまま実戦に耐えるようなレベルではなく、あくまでも、レールガンの基礎技術を確立するための試作機ということです。最終的には、運用目的やプラットフォーム、車両や艦艇、または地上固定式などに合わせて、大きさや弾の口径も変化していくことになるのでしょう。では、実戦配備はいつになる見込みなのでしょう。具体的な明言はありませんでした。しかし、レールガンについては、防衛省の資料には早期装備化と記載されているので、研究サイドとしては、技術の積み上げと実証に力を注いで、実用化に貢献していく予定とのことでした。では、レールガンについてのネット上の様々な意見を紹介してみます。現在の軽量高初速砲弾では、水平線を超えるくらいの大遠距離を飛んでいたら、空気抵抗で速度が落ちるから、威力もガクッと低下してしちゃうよね。空対艦ミサイルも艦対艦ミサイルも、射程距離はどんなに短くても 200km はあるから、射程 500km 以上のミサイルやマッハ5で飛んでくるミサイルやレーダー探知から逃れるため、変則的な軌道で飛ぶミサイルも実戦配備されている。10km まで接近してから射撃したところで、現代戦では、そんな距離に近づく前に戦いはジエンド。尖閣諸島や台湾を念頭に置いた海上戦闘では、沖縄や第五航空団基地より、中国軍基地の方がはるかに近いから、大量のミサイルが飽和攻撃で使われることは簡単に予想できる。雨のようにミサイルが降り注ぐんじゃないか。艦隊にイージス艦があったとしても、防衛能力をはるかに凌駕しているミサイルを全部迎撃することは非常に難しいだろう。時速 8568km で射程 200km。ということは、射程限界の 200km 到達まで84秒かかるという計算になります。弾丸は推進力を持ってないから、84秒で 200km まで飛んでる間に、重力の影響で 34,500m も自由落下してしまうんですね。静止した大きなターゲット相手なら、コンピュータに計算させて命中させることも可能でしょう。でも、マッハ7のスピードだとしても、動いていて、しかも、遠くにあるターゲットに当てるのは無理でしょう。個人的には、マッハ7の弾丸より、レーダー探知を避けながら飛んでくるマッハ5のミサイルの方が脅威じゃないかと思うんだけど。などなど、皆さん詳しく調べて考えてらっしゃいますね。素人考えですが、レールガンには大電力が必要なんですよね。その電力はどこから持ってくるのでしょう。
艦艇に搭載する兵器ということは、乗せる艦艇に巨大な電源が必要ということですよね。まさかソーラーパネルを甲板に広げるわけではないだろうし、と単純な疑問を浮かべてしまう私でした。日本飛眼の準国産戦闘機開発ですが、日英の三国で開発が決定しています。2024年度時期、戦闘機開発費が730億円に閣議決定され、次期戦闘機開発が加速していきます。今回は、2024年度730億円の開発費で、パーツ群の開発は進むのか、詳しく見ていきます。F3 戦闘機はアメリカと共同開発し、F-15 戦闘機や F-2 戦闘機に XF-9 エンジンを投入していけば今頃は出来上がっていたかもしれません。F-35 プラス F-2 に双発エンジン戦闘機、どこかの次期戦闘機開発案にありましたね。AI 無人機の方が早くできそうな気がするけどな。この2023年12月で日本、イギリス、イタリアの3カ国が新型戦闘機の共同開発を行うことを正式に認めてから早いもので1年が経過したが、その GCAP、グローバルコンバットエアプログラムも徐々に形が整いつつある。まずは日本側の視点から見てみると、予算の点からはこの12月22日に閣議決定された2024年度の防衛予算の総額7兆9496億円の中に、この GCAP、グローバルコンバットエアプログラム向けに730億円が計上された。この GCAP、グローバルコンバットエアプログラム向けの2024年度防衛予算の730億円は、夏場の時期の概算要求の時点から微増となったたが、中身的には大きく分けて3つの項目の合計額となっている。最も大きなシェアを占めるのは、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで開発される有人戦闘機に向けたもので、その機体自体の基本設計や機関部の詳細設計等に640億円が充当されている。次いで、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで開発される有人戦闘機に随伴するための無人航空機に対して、そこに必要な人工知能等の技術研究に48億円の予算が投下されることが確認できる。さらに、最後は、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを推し進める上で必要となる、日本、イギリス、イタリアの3カ国にて開発機関を設けるための拠出金に42億円となっており、これらの総合計が730億円となる計算だ。こうした日本における予算上の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに対する動きと呼応して、政治的には、日本、イギリス、イタリアの3カ国の各防衛大臣がこれに先立つ12月14日に新たな動きを行った。これは、その日に、日本の木原防衛大臣、イギリスのシャップス国防大臣、イタリアのクロセット国防大臣が東京に集い、協議の上で、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの政府間機関の設立に関する条約を締結したことによる。今回の3カ国の防衛・国防大臣による条約の締結によって、今後は、その開発を一元的に管理する政府間機関が、GIGO、グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーションと呼称されることが決まった。この GIGO、グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーションと呼称される政府間機関、各国の政府から、公式な公表は行われていないが、イギリスに本部が設置させると目されている。その上で、
GIGO グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーションの初代の責任者には日本人が就任するとみられており、場所をイギリス、人を日本が抑える形が想定される。加えて GCAP グローバルコンバットエアプログラムの推進には各国から参画する軍需関連企業の共同企業体たる JV ジョイントベンチャーも設立されることが、その進め方として規定路線となっている。共同企業体たる JV ジョイントベンチャーの中核となるのは参加各国を代表する防衛軍需企業だが、日本では三菱重工業社、イギリスでは BAE システムズ社、イタリアではレオナルド社がその筆頭に挙げられるだろう。また GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおいても鍵となるであろう機関部の開発には、日本からは IHI 社、イギリスからはロールスロイス社、イタリアからはアビオ社が参画することが決まっている。さらに近年の航空機においてその性能を左右する大きな要素の一つ、電子機器類アビオニクス関連には、日本からは三菱電機社、イギリスからはレオナルド UK 社、イタリアからはレオナルド社とエレクトロニカ社が名を連ねている。こうした多くの防衛軍需企業を束ねる共同企業体たる JV、ジョイントベンチャーは、こちらも本拠地はイギリスに置かれるとめされているが、その初代の代表には、イタリアからの起用が行われる方向だと報じられている。ここまでの流れを総括すれば、政府間機関たる GIGO、グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーション、共同企業体たる JV、ジョイントベンチャー、ともに、本拠地はイギリスに置かれる。そして、それらの組織を統括する人材としては、GIGO、グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーションには日本人、JV、ジョイントベンチャーには、イタリア人が据えられる方向となっている。この流れを見ると、個人的には、やはり、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、実質的にはイギリスが主導する形に見え、日本とイタリアにも花を持たせる意味で人事面で責任者の登用が起訴されているように感じられる。 GCAP グローバルコンバットエアプログラムの前身とも言うべきイギリス、イタリア、スウェーデンで進められてきたテンペスト計画においても、イギリスの BAE システムズ社は主導的な立場にあり、その構図は大きくは変わらないと見るべきなのだろう。テンペスト計画は、いわゆる第6世代戦闘機の開発プロジェクトとしては、当時は世界で最も進んでいる計画の一つとめされている時期もあったが、昨今は思うような進捗が聞こえてきていなかったようにも感じられる。それでも、日本やイタリアが中心となって、GCAP グローバルコンバットエアプログラムを推進できるほどの技術力を保有しているとは言えず、イギリスに止まらず、世界的にも著名な BAE システムズ社のマネジメント力に期待するほかないのだろう。そもそも GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおいて開発される予定の有人戦闘機について、日本ではアメリカと共同開発を行った F に、イギリスとイタリアはドイツ、スペインと共同開発を行ったユーロファイタータイフーンの代替を目指している。その代替時期が日本とイギリスとで2035年の実戦配備を目指すという点で、時期的に完全な一致を見たことが GCAP グローバルコンバットエアプログラムを推進する大きな要素の一つとなったのは言うまでもない。日本の場合、現行の F2 をGCAP グローバルコンバットエアプログラムにおいて開発させる予定の有人戦闘機で同数で代替すると仮定すると、およそ90機が最低必要数となるが、決して大量だと呼べる数量ではない。イギリスは各種のバージョンのユーロファイタータイフーンを合計で160機保有運用しており、同じくイタリアは96機となっているが、日本と同様に同数を調達すると参加国の合計はおよそ350機ほどとめされる。ここまで考慮しても、第三国への輸出や今後の参加国の増加を考慮しなければ、 GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機も決して大量生産が前提となっているとは言えないことは明白である。ちなみに
ヨーロッパ各国で一応の共同開発に成功したと評価して良いであろう。ユーロファイタータイフーン派、他のドイツやスペイン等のヨーロッパ以外に一部の中東諸国にも導入され、総生産数は600機を超過する見込みとなっている。ここまで GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の数量も確保が可能となれば、1機あたりの開発コストの大幅な低減が期待できると思われるが、現状では困難だと言わざるを得ないだろう。護衛艦加賀の第一段階改修工事完了で艦首四角へと魔改造し、2024年度の F-35B 戦闘機認証テストを残すところです。艦首が四角で、シウスの位置が問題になっていましたが、今の位置がかっこいいと感じますね。今回は、護衛艦加賀第一段階改修工事完了で、空母化2隻耐性空母って、どんな意味をするのか詳しく見ていきます。空母化で、海上自衛隊には、どんな新たな任務が追加されるのか、新田原基地には、2024年度 F-35B 戦闘機部隊が設立されます。近平は終焉。空母について、取材に基づいた具体的な話が新聞記事として出てきたようです。こういった流れがあると、情報開示が進むでしょう。いいことですね。納税者にも、わかりやすい、丁寧な説明をお願いしたいものです。政府の1978年、昭和53年の見解を紹介します。当時の国会答弁によると、対地、対艦攻撃力のある航空機を主力として搭載している攻撃型空母は保有できないが、哨戒ヘリのような追潜水艦用の航空機を運用する機能も持ち合わせている対潜空母のようなものの保有は認められるというものでした。のようなものというところに苦しさとごまかしがありますね。バールのようなものなんて言葉を思い出してしまいます。2019年の説明では、出雲は多機能護衛艦ですが、ストブル機、垂直、短距離離着陸機、バーティカル、ショート、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフトを運用できるように改修しても、多機能、多目的な護衛艦であると政府は述べています。つまり、どんな改修を施しても、空母ではないという政府見解なのでしょう。出雲は、インド太平洋の海域を、この夏3ヶ月半航行しました。同乗して分かった現状や、海洋進出を強める中国とせめぎ合う安全保障の最前線についての報告を紹介してみます。最近は、小学校高学年以上の学生用に、防衛白書の内容を解説した小冊子があるそうです。こういう副読本が登場したことに、時代の変遷を感じますね。この小冊子の中に出雲は空母?という質問があるのです。回答は、空母には国際的な定義はありません。主に、航空機の運用機能に特化した艦艇のことです。出雲型護衛艦には航空機を運用する能力も備わっていますが、輸送や医療などの機能も備えた多機能な護衛艦で空母ではありませんと記述されています。出雲は空母ではないと断定していますね。要するに、公式には空母という言葉は使わないのです。と言っても、現実に出雲型の空母化作業は進んでいます。空母化は進んでいますが、実際の運用に関しては課題が山積しており、これを避けることはできません。まず、空母化した出雲型護衛艦と F-35B 戦闘機をどういう風に組み合わせて運用していくのか、海をのずと、
空自の構想がここに至っても決定していないというのです。すり合わせができていないということでしょうか。次に、戦闘機の運用を誰が指揮するのかという部隊運用の根幹に関わる重要な問題にも結論は出ていません。つまり、責任のありかが決まっていないということですね。一番大事なことではないかと思うのですが、それがまだ決まっていないとは、唖然とします。日本人らしいとは言えますが、これでは困ります。国民が巻き込まれる可能性もあるんですから、最高責任者が不在というのはありえません。某万博のように、責任者が、私ではないと逃げ回って済む問題ではないのです。艦載機は、ずっと甲板に乗せっぱなしだと思っている方も多いのではないでしょうか。実は筆者もそうでした。しかし、出雲、片越艦は、戦闘機のその日の運用が終われば、格納庫にしまい、翌朝格納庫から出して甲板に上げることになっているそうです。びっくりしますね。時間も手間も人員もかかりますよね。万が一の場合は、乗せっぱなしでしょうが、毎日出したり引っ込めたりするんですね。F35B の管理者である空自は、出雲、型に乗せている間は、毎日格納庫に戻さないで、常時、甲板上に置きっぱなしでも構わないという意向と聞きますが、海上を航行する艦艇の甲板に駐機し続けた場合、腐食や塩害が心配ですよね。機体が傷んでしまう恐れがあるのです。傷んだら修理も考えなければなりませんし、逆に手間がかかることになるのでしょうか。さらに、スペースの問題もあります。F35B のために、前から搭載していた哨戒ヘリの数を減らしたり、搭載しなかった場合、創設以来海自が最重視してきた対潜水艦船への能力が下がってしまう危険性が想定されるのです。防衛省は、哨戒ヘリを乗せずに出雲、型が出航するなら、哨戒用ヘリと救難用ヘリを搭載した別の護衛艦も一緒に出航させる検討を進めているようです。出雲にお供が必要なんですね。これについて、海自内からは、ただでさえ任務が多くて、船のやりくりが難しい。出雲、型に、必ず随伴艦艇をつけて出航することになったら、艦の回しがさらにきつくなるのは分かりきっているという声が聞こえてきます。当然の不満でしょう。出雲、型一隻ではなく、他の一隻も使われるわけですから、二隻が海自としては使用できなくなるのです。現場を知らずに、議場だけで話を進められても困りますよね。空母化という言葉のイメージと、実際に行われる回収内容に落差がありすぎるという話が海自幹部から聞こえてきました。実際には、甲板に戦闘機が発着艦しながら、その傍らで、燃料や弾薬を補給することになる。時には部分的に解体して修理することもあるだろう。そのための設備や工具、整備員もいるはず。そうした設備や担当人員を収容するだけのスペースや部屋も作らなければならない。今の回収内容では、こういうレベルには全然足りないということです。そもそも論ですが、出雲級の開発コンセプトは、守る船から守られる船へということだったそうです。そんな艦艇を護衛艦駆逐艦と主張するのは無理がありますよね。護衛する艦ではなく護衛される艦になるということは、立場が逆になるわけです。逆なのに、こうした論理が通るなら、補給艦を護衛艦と呼んだり、護衛艦を補給艦と呼んだりしても問題ないということになります。のようなものに続く言葉遊びですかね。試験ですが、出雲、型は反空母になるのではないかと思うのです。保有している艦載機をすべて搭載するのではなく、平時は4機から8機程度を乗せて、必要な時に地上基地から増派してもらうというやり方です。もしくは、艦艇上での整備は限定的なものに止め、主要任務は燃料や弾薬の補給にするということも考えられますね。つまり、完全な空母ではなく、空母の機能をある程度持った艦艇として使用するのではないかと考えられるのです。使用方法に柔軟性がある艦艇と言えるかもしれませんが、
別の見方をすればどっちつかずの鑑定とも言えるのではないかとも感じます。揚げ足取りのような感想ですね。補給用の中継基地として反空母を使用するという戦術も考えられるでしょう。陸上基地から出撃して反空母に着艦して燃料や弾薬を補充、再出撃するという手順がいけば、陸上基地から戦線への往復に比べるとパイロットの疲労は少ないだろうし、時間も節約できるはずですね。精神的にも一直線に前線や戦地に赴くより一呼吸置けるわけですから、少しは楽になるのではないかと考えます。またエアカバーを陸上機に任せ、グイトル機、バーティカル、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフト、垂直離着陸機少数を対地支援に回して、攻撃ヘリのように反空母から繰り返し出撃させるという使い方も考えられます。ちなみに、エアカバーとは、陸軍または海軍活動の間、敵機からの攻撃の予防をする軍用機の使用を意味するそうです。自軍の防御のことでしょうか。V トル機は滑走しないで垂直に離着陸できる航空機ですから、スペースに余裕のない艦艇では重宝される機体です。様々な兵装海空時の空中給油機や、電子戦機、早期警戒機、無人機などの装備体系が増え、空母の運用戦術も変わってくるでしょう。条件の異なる他国の真似をする必要はありませんよね。日本の国土に合ったやり方を考えてほしいと思うものです。日本が誇る海上自衛隊の潜水艦が、わずかな時間で全滅しかねない可能性があるそうです。今日は、その最悪のシナリオについて見ていきたいと思います。海上自衛隊潜水艦が22隻体制整う中、世界最強静粛性で日本海域を防衛しているが、近年、中国の膨大な軍事拡大で、極東の緊張状態が、一気にレッドラインに引き上がったような。海上自衛隊では、2017年、平成29年、現在、他国の止まらない軍拡、隣国のアサコとか、や海洋進出に対処するために、潜水艦隊の増強を進めています。しかし、増強しているというのに、潜水艦隊は、戦わずして、総崩れになりかねないという致命的弱点をそのまま放置しているという、大きな矛盾を抱えているというのです。もともと、海上自衛隊の潜水艦保有数には制限がありました。16隻プラス2隻の練習潜水艦ということだったのです。しかし、政府は2010年、平成22年、これを22隻プラス2隻の練習潜水艦にまで拡張することを決定しました。これは、尖閣諸島で中国艦船が日本の巡視船に衝突した事件があった時期ですね。日本で潜水艦を建造できる企業は、川崎重工と三菱重工の2社のみで、どちらの造船所も神戸にあります。防衛装備庁は、それぞれに定期的に仕事を発注し、技術やノウハウを継承させるため、1年に1隻というペースで、交互に随意契約を行っているのです。つまり、海上自衛隊には、1年に1隻、必ず、新しい潜水艦が就役することになります。同時に、1年に1隻ずつ退役することで、プラマイゼロになり、定数を維持し続けているのです。したがって、これまでは、慣例16年で一線を退いていたのですが、これは、
世界的に見ても珍しいほど短命ということでした。本来は、まだまだ現役で使えるのに、定数に合わせて退役させなければならないという、もったいない使い方だったのです。SDGs は一体どうなってるんだと言いたいところですね。今後は、現役期間を22年に延長して、定数22隻で行く予定になっているそうです。さて、潜水艦は発見することが極めて困難なので、水上を航行する船舶に、ほぼ一方的に攻撃できる兵器です。逆に言えば、お互い様ということで、飛騨にとって、脅威度が高い兵器と言えましょう。ですから、定数が増加すること自体は、抑止力が大きく強化されることが期待できるとも思われます。ところが、冒頭に記したように、万一の有事の際、敵がその気になれば、虎のことも言える海上自衛隊の潜水艦隊を5分もしないで、ほぼ総崩れへ追い込むことができるという嫌な可能性があるのです。2017年1月現在、海上自衛隊には、親潮型潜水艦10隻、より新しい双竜型潜水艦7隻を実戦配備され、練習潜水艦2隻も保有しています。これらの潜水艦は、潜水艦隊司令部のある横須賀基地、神奈川県もしくは5基地、広島県のいずれかを母港としています。どちらの基地も公園に面した岸壁や桟橋に、無防備な状態で停泊させているのです。外から、丸見えの場所で、魚雷装填作業なども行っているのです。5基地などは、保証が一人もいないので、一般人ですら、その気になれば、柵を破壊して突入し、潜水艦に近づくことも不可能ではない状態なのです。ミリタリーマニアが、潜水艦の写真を撮って、SNS にアップしたこともあったようです。国民に開かれているということは、誰でも、他国の人間でも簡単に接近できるということに他なりません。万が一、敵国の特殊部隊が民間のバスなどで接近し、一気に突入した場合、これを阻止することはできないと思われます。基地内部に侵入しなくても、横須賀基地だったら、隣のベルニー公園か、大型商業施設の屋上から対戦車ミサイルを撃ち込めば、間違いなく5分もせずに、停泊中の潜水艦すべてが破壊されてしまうでしょう。また、数日間足止めすればいいのなら、もっと簡単に、自爆型ドローンを使うだけで潜水艦を損傷させることも可能なのです。もし、日本に本格的な侵略があった場合、敵国の輸送船や艦艇を阻止できる潜水艦は、専守防衛の主力になることが期待されます。と言っても、広大な四方の領海をカバーするには、おのずと限界がありますから、奇襲攻撃によって潜水艦隊が反壊してしまえば、それすら困難になってしまうのです。とある現役警察官の話を紹介します。前述のような奇襲攻撃の恐ろしいわけは、実行側には、ほとんどリスクがないことと、次のように解説してくれました。はっきりとした破壊活動なら、正当防衛として、自衛隊員が、武器を使って反撃することはできる。しかし、反撃する前に破壊活動が終わるのが実態だろう。その後で投降され、私たちは国の兵士だと名乗られたら、交戦する法的根拠はなくなるのです。彼らが本当に兵士かどうか判明できないので、自衛隊か警察が、殺人、殺人未遂、銃刀法、建造物侵入などの容疑で一旦逮捕すると思われる。最大23日の交流延長の間に、間違いなく、兵士という裏付けが取れたら、自衛隊が管理する捕虜収容所に引き渡すことになるのではないか。警察は、国際法の戦闘員の要件を満たさない捕虜の資格がない犯罪者として起訴しようとするかもしれないが、彼らが捕虜として祖国へ返されるかどうかは、時の政権の意向に左右されるところが大きい。実際、小泉政権や野田政権の時代、尖閣諸島に上陸した中国人活動家が逮捕されたが、起訴されることなく強制送還されたという事実がある。と詳しく語ってくれました。そういえば、2010年、平成22年、巡視船にぶつかってきた中国漁船の艦長や乗組員を逮捕はしたけど、何事もなかったかのように中国へ送り返しましたね。その人間が、再び、
日本の領海に侵入したりしてなければいいんですが、小泉政権時代には北朝鮮の要人と思われる男性が日本の税関で逮捕されましたが、何事もなく送還されたということを思い出した方もいらっしゃるのでは？もちろん他国が実際にこのような強硬手段を取るかどうかはわかりません。ただし、歴史を見れば、相手が強硬手段に出るわけがないと侮った結果、戦争を引き起こした例は数多くあるのです。ここ数十年に限って振り返っても、イラク戦争、湾岸戦争、フォークランド戦争、第四次中東戦争もそうですし、身のところ、太平洋戦争もその一つと考えられています。1941年、昭和16、当時のルーズベルト大統領は、日本の奇襲攻撃の可能性について報告を受けていましたが、日本を小国と侮り、結果として、真珠湾攻撃で、太平洋艦隊の主力を失いました。敗戦から80年近いのに、12月8日には、未だに、騙し討ち地とか、リメンバーパールハーバーなどと言われ、アメリカでは追悼行事が行われています。それを見る日本人の多くが、もやもやとした気分になるのは、このせいではないかと感じるんですね。ルーズベルトは、日本の攻撃を知りながら無視して、卑怯者の烙印を押し付けたのではないかと推理する向きも多いですよね。ルーズベルトだったら、原爆を落とさなかったのではないかという意見もあるようですが、いざとなったら、自国民の命を最優先にするのが、国の指導者の取るべき態度ではないでしょうか。もちろん、原爆投下は、絶対許せない蛮行ですけれど、そのパールハーバーに、呉や横須賀がならないという保証は、どこにもありません。前述の通り、至って攻撃しやすい状況なのですから、容易に可能な状態で何十年も放置され続けているのです。試験ですが、むしろ、原発の方が危険なのではないかと感じるのですが、ウクライナのザポリージャの状態を見ても、原発の恐ろしさは、東日本大震災で痛感した以上の脅威ではないでしょうか？北野耕作員が原発に爆薬を仕掛けるという小説があると聞きました。戦争で国民が死ぬか、放射能で死ぬか、どちらにしても国民の命を考えて政策を施行してほしいものですね。